つなぎトゲオイグアナは、ハチュ有コユーリンモクイグアナかトゲオイグアナ族に分類されるトカゲ。エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ全長100センチメートル。生体は肺褐色で黒い横縞が生える。幼体は体色が鮮やかな緑色で成長に伴い褐色になる。背面には、 縦紙状の鱗があり、このクレストが背面から尾まで途切れずつながることが和名の由来。尾には棘状の鱗が並び、その間には一列以上の小型の鱗が並ぶ。森林に生息する。妖体は樹状性だが、成長に伴い地表性の傾向が強くなる。危険を感じると岩の隙間等に逃げ込んだり、素早く走って逃げる。植生は、 植物食傾向の強い雑食で植物の葉、果実、昆虫類、接触動物等を食べる。成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は男性で1回に20から30個の卵を産む。生息地では食用とされることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は多く。 野生個体と繁殖個体の容体ともに流通する。大型種のため飼育には大型のケージが必要になる。容体から飼育すればなれる個体もいるが、基本的に性質は荒い。ありがとうございます。